メロナッパ。だったったうお大丈夫ない、ちょっとさなぎになって出直すおおは、愛とか恋とか全部くだらない、がっかりするだけ、ダメを知るだけ、あたしは金だ最悪そうじゃん。本当のところはあなたにモテたい、失敗するのにビビってるだけ、過去なしの厳しめの条件じゃ。ちょっとこんな時どんな顔すればいいか教えてほしい、もうちょっと愛してるだとかそんな言葉で壊れてみたい。ギラッタイナハロー、残念なあたし困っちゃって、いやいや決まんないの前髪が怒っちゃって、イライラだだだ、もう大好きはもっと可愛くなって言いたいのに、だだだだ、もう大丈夫ない、ちょっとさなぎになって出直すわわわ、いやなんでもない、言いたいこと言えたことない、や止め止められないの、そらしちゃってまた自己嫌悪、絶対なハロー、残念な私パッパッパ、困っちゃって、いやいや絶対な入んないのこの靴が、パッパッパ、分かっちゃって、イライラ鐘が鳴って灰になって、私まだ帰りたくないよ、バッテンコースへ飛び込んでみたいから、あの残念な私困っちゃって、いやいや決まんないの前髪が怒っちゃってる、じれったいな夜行前のシンデレラ、パッパッパ、握っちゃってフラフラ、じれったいなハローをくれたあなたと、パッパッパ、踊っちゃってクラクラ、ダッダッダッ、もう大好きはもっと可愛くなって言いたいのに、ダッダッダッ、もう大丈夫ない、ちょっとお待ちになって王子様、ダッダッダッ、もう大丈夫か、もっと仲良くなってそうじゃないの、ダッダッダッ、マジで大丈夫ない、やっぱさなぎになって手直すわわわ、メロナッパ。皆さんこんにちは、メロナッパです。森です。佐久間です。ということで、メロナッパはいろいろな角度から音楽を楽しむ YouTube チャンネルです。よろしくお願いします。はーい我々ですね、 YouTube に動画を上げつつも、実はですね Twitter やってるんですよ。そんな重大な発表ではない Twitter なんかいい感じの使い方ないかなと思って、皆さんに、ね、アイデア募集してるんです、はい、で、なんかいいの来てますか。はい、来ましたよ。お、いいね、さすが、ありがとう。やるね。お、よ、日本一、ありがとう。え、よ、よ、大将、ね、こんなの来ました。はい、かくらんぼしましょうちょっとその問いかけはもう小学生なんよ、完全に。どういうこと。画像の中で、はい、佐久間さんまたは森さんがどうこだって、毎回お二人にどちらかに隠れてもらって、フォロワーさんがコメントで回答するのはいかがですか。ウォーリーを探せ的な。そうそうそう、ウォーリーを探せってこと、うん、うまいこと言いましたな、あんた。え、なんだこれ。おい、よ、一歩一、よ、社長よ、やっとる。じゃあやるか。じゃあ写真撮ってどこにいるでしょうかってことね。そう、はい、皆さん、これですね、この写真ツイートしたんですけれども、この画面の中のどこに、森さんがいたか分かったでしょうかね。正解はここです。見つけられたかっていうかね、あのね、映ってないからね、卑怯も卑怯ですよ、うん、あ、映ってないのさあ、ということですねあとなんだろうね、なんか他についての好きだったないですか、なんかいいやつ。1日に1個ランダムで食材をの名前をつぶやいて、それ1週間分の食材で何か料理を作るとかっていうのどうせ大体カレーになるだろわかんねえだろ。じゃあ1日目です。人参、2日目じゃがいも、3日目玉ねぎ、4日目ぶどう肉、カレーなのよはい、ということでですね、何でもいいので新しいツイッターの付け方発掘できたらいいなと思ってんで、いろんなふざけたアイデアたくさんもらえれば嬉しいなと思いますので、コメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。 あとね、あのね、皆さんからグッズ欲しいんすけどみたいなことすごい言われるんだよ。点点点が入ってる。その要望をね、すごいいただくので、なんとかグッズ出せればと思ってね、いろいろ考えてたんですけど、ようやくできたんよ。イエーイ。登りとかね、いろいろあったけど。8月22日日曜日にね、あのお知らせの動画出せると思うんで、そこで詳しくいろいろ言いますんで、あの見ていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。